クリアポスター H クリアポスター多いな。 F F G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  ばっかり。 H それって、あ、いいか。はい。はい。1、2、3、4。はい。はい。じゃあ、あともう10回。リーバーいい。リーバーいい。リーバーいい。わからん、どれがこれで。頼むよ。じゃあいくよ。 H か。あ、違う、でも A はエレンです。 H H チャオセ G。 じゃあ、ママね。F F H F やばい、出ない。でもさっきリヴァイがまだいた。はいはい、大丈夫です。3、はい、これが A でしょ。どうしよう、死ぬよ、多分。もう一回お願いします。リヴァイ、ちょっと置いとこうか。忘れて帰ったのに。うわ、どれだろう。 C と E、 これかな。どこら辺にいいんだろうね、これ。 C と E ね。えぐね。いや、どんどんおしめいなくなるの選べるやつ。 G H H G、 やばい、来ないんだけど。どれ G、クリアパスタ出されると推しがもういないんだけど。 G H ダメだ。どれ。 C さん、リヴァイ、リヴァイ、 C と E だよ、 C と E。 リヴァイ、はい、来るでしょう。いらっしゃいますね。こればっかりだ。 C と E。 あ、来た。あとフィギュアだけ、はい、ここで決めたい。あ、来た。やったー、はい、嬉しい。もう終われる。寂しい。F H、 はい。嘘。またフィギュアの2本です。C、 やったー。 C 賞がこれ2個で、とりあえずこれもまた終わった。ありがとうございます。やったー、嬉しい。嬉しいんだけど。やったー、帰ろう。ただいまということで、一番くじから帰ってきました。やばかったね、最後。いやね、ちょっとこれはね、最後にね、開封しようと思うんですけど、C 賞のリヴァイのフィギュアが2口あって、ラスト見た？みんな。2つ同時に当ててしまいました。で、しかもアクリルスタンドもね、当てたし、最後の回はマジでリヴァイの回だった。今から、ランダムのね、こちらのキュンキャラアクリルスタンドをね、開封していきたいと思います。これは8種類ランダムで入っているので、ここで推しが出なかったらまた引きに行かねばなりません。これさ、めっちゃ当てたよ。9、10、11、12、13、14、15、16。このラインナップはこんな感じになっております。
エレン、ミカサ、アルミン、コニー、ジャン、ライナ、リヴァイ、アニって感じ。じゃあこちらね、16個あるので、もちろん、リヴァイとジャンを狙って、上げていきたいと思います。じゃあまず1個目いきます。どうやったらいくんだろう。じゃあいきます、1個目。せーの！お、コニーですね。ことで、コニーが来ました。台座はね、こんな感じで、透明です。あー、やっぱさ、これ分厚くていいよね、1番くじって。結構分厚め。じゃあいきます、2個目。せーの！お、ライナー来ました。なんか友達の推しばっかり来んだ。ライナー来ました。で、3つ目。せーの！お、じゃん！これミニキャラちょっとね、今回顔がこんな顔だったっけっていう。じゃあ、行きまーす。4つ目、リヴァイがいません。え？え？あれ？出てきてた。リヴァイ。なんかさ、ハサミ開けたじゃん。え、なんか入ってないんだけどと思って。不用品とか思ったんだけど、リヴァイ落ちてました。すいません。見て。リヴァイ。映れたくなかったのかもしれない。ごめんじゃん、あんま映さないと映るじゃん。いきます。せーの！お、アルミンですね。いきます。もう一個リヴァイください。せーの！お！いや、エレン、いいな、背景綺麗で。かわいい、これ。エレン推し好きそう。子供だし。いきます。せーの！お、ライナー2個目ですね。せーの！お、コニー2個目。あ、なんか同じメンツ来てるぞ、今。せーの！お、ジャン2個目です。せーの！おい、なんでライナー3つも来てんの？せーの！お、リヴァイ2個目！やったー！せーの！お、エレン2個目。え、これさ、うちミクサと兄、避けてきてる。せーの！お、兄来た！来た来た来た。かわいい！せーの！お、ミカサ、ここで出てない女の子たち来た。かわいい。せーの！お、アルミン。アルミンも2個目。じゃあラスト、せーの、エレンかい。はい、ってことで開封は終わりました。次はちょっとタオルの方をね紹介したいと思います。 F 賞タオルコレクション全12種類ってことで、まずはハンドタオル、これじゃん、茶色。これはなんか多分ね2個ずつあったから、とりあえず2個ずつね取ってきました。なんか正直マッパのねビジュアルだったらこのリヴァイが一番好きかなって感じ。2個。なんかリヴァイ3種類あって、あとこれ、これがロングタオル。ジークは俺が仕留める。お、なんかいいサイズだねこれ。なんか大きくもなくちっちゃくもなく、結構いいサイズ。水分は吸収しなさそうなタオルです。で、あとはこれが今回の書き下ろしタオルです。え、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、かっこいいね。これマフラータオルも当たりですね。これはもうポスターみたいなタペストリーのようなもんだんでね。待って、そう考えたらタオルってさ、押し分ちゃんと出たんだ。個数。他キャラもらってきてないもんね。わ、それはありがたい。ちゃんと個数分、押しの個数分が来たっぽいですね。嬉しい。で、それで続いてはですね、クリアポスター。クリアポスターは、やばいほど引いてきました。まあ、なんかね、推しの友達とかに譲ろうかなっても思ってます。とりあえず、リヴァイとジャンは、全部もらってきました。こちらがクリアポスター G 賞。なんか大きいよねこれ。ほら、これがジャン2個もらってきた。このジャンはイケメンだよね。でこれリヴァイ、いっぱいだ。このリヴァイとあと書き下ろしですね、もらってきました。であとはハンジももらってきました。推しを全部回収してしまってもうもらうキャラがないと、だったら、友達にいる推しをとりあえずもらってくればいいかなと思ってもらってきました。あれ？リヴァイ3つあった！あれ？これ3つあったんだ。書き下ろしは3つずつあるのかもしれない。で、あとはエレンもらってきました。こんな感じ。このエレンさ、いや、推しだったら嬉しいクリアポスターだなと思った。あとこれね。次はアクリルスタンドですね。上位賞になります。こちら、E 賞、ビッグアクリルスタンド、リヴァイ。じゃん、これはね二口ありました。ここの仲間に入れないといけない。あ、入んねえや。え、台座めっちゃオシャレだよこれ。一番くじとは思えないぐらいなんかアニメートにありそうな感じで、アクリルさんのこんな感じで、分厚いです。やっぱりくじ系はいいね、分厚くて。こんな感じ、ちょっと飾れないので今いっぱいで飾れないので、ちょっとまあ
棚を買ったらね飾りたいと思います。全然飾れてないアクスタめっちゃあって、本当にそろそろ買わないと飾れない。アクスタうち全部ね飾りたい派だから棚をね買いたいと思います。続いてフィギュアになるんですけど、まさかのこれ A 賞のエレンの巨人当ててしまいました。あのねうちねフィギュアだけはあのリバー以外は絶対当てたくないと思って、なんでかって言ったら場所取るじゃん。そうリバー以外は絶対当てないようにしないとって思ったらやっぱ当ててしまいました。 A 賞ですね。開けて紹介したいんですけど、ちょっとお譲りしたいので、開けずに取っておきますね。はい。あの、まあ、こんな感じですね。怖いんだけど、なんか。で、そしてここからですよ、皆さん。これ。いや、さ、もう、フィギュア1個当てればいいと思ってたの。そしたらさ、最後さ、アクスタ出ました。フィギュア出ました。またフィギュアが出たんですよね、連続で。そんなことあると思って。ということで、こんな感じでね、丸ごともらってきたので、このね、リバヤッカーのフィギュア2個っていうのは、取っておきたいと思います。で、こんな感じに、フィギュアが2個入っておりまーす。ラストワーの方はね、ちょっと、あれかな、少なくなってきた頃に行こうかなと思ってます。このね、ほんとにすっごい楽しみに、その発表された時から、なんでかっていうと、ちょっと腹筋を見させていただきたいなと思いまして、ぜひ絶対欲しかったので。嬉しいですね。死ぬな、生き延びろ。わかりました。で、なんか、ラストワンもこれで、メタリックバージョンなんだよね。そう、形的には一緒なんだけど、色味かな？なんか、テカテカしたよね、ちょっと。そう、ラストワンの方がエロいっていう。はい、二つ。やばーい！ついに見れるのね、これ360度。ずっと見たかったんで、うち。え、待って、これめんどくさいやつじゃない？これめんどくさいやつだ。これめんどくさいやつだ、これ。そう、進撃ってね、いつもね、フィギュア系こういうなんだよね。立体起動装置って、結構組み立てるのマジでめんどくさくって。やっぱり、この手のタイプでしたね。見てください、リバイの手です。うわ、食べちゃいたいね、これね。で、これが今回の台座。あ、ちっちゃめでありがたい。ちょっとまず私から見ますね、ちょっと。あ、やばい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 ！来た来た来た！はい、ということでフィギュア組み立てました。かっこいい。さあ一周ぐるっと見ていきましょう。あ、この角度好き。これ見て、靴の底までねちゃんと作られてますね。いや、このマントのなびき綺麗だよね、進撃ってね。ほら、これすごい反ってる。いい、かっこいい。ラストワン絶対欲しい。いや、かっこいい。よかった。これ2個だもんね。欲張りコースだ。ってな感じで、リヴァイさんのフィギュアでした。やったー。はい、ということで、今日はですね、進撃の巨人一番くじ引いてきました。いや、あとはね、残るは、ラストワンでリヴァイはコンプリートなので、もちろんのこと、ラストワンも狙えますのでね。もう、リヴァイでかけるものは私は許しませんので。かけることは許しませんので、私はね。なので、ラストワンもね、しっかり狙って必ずゲットしますので、引き続きね、ちょっと一番くじ頑張りたいと思います。ということで、待ちに待っていた一番くじでした。本当に大優勝でよかったです。もう安心して今からプリカフェ行ってくるんですけど、あ、T シャツはちょっとあれだから、急ぎで T シャツ着てたんだけど、まあちょっとおしゃれして、プリカフェ行って、連れて行きたいと思います。だから多分プリカフェ動画もね、上がると思うので、ぜひその時見てください。連れてくんで、今日デートでってことでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。リマイタン、ありがとうございます。